情報ターミナル夢景観足湯展望台より見た、トゥインクル、木曽川橋の夜景湾岸長島パーキングエリアは、三重県桑名市にある、伊勢湾岸自動車道のパーキングエリアである。併設されている湾岸長島インターチェンジと、ランプウェイを共用している。トーピー A 利用後に、湾岸長島インターチェンジから出ることは可能だが、湾岸長島インターチェンジから入った場合は、トーピー A の利用はできない。 また、上下線のパーキングエリアの間に、湾岸長島インターチェンジの料金所があるため、上下線間の行き来もできない。営業を行っている、株式会社長島 PA は、隣接する長島スパーランドなどを経営する、長島観光開発株式会社と地元自治体との第三セクターである。レジャー施設である、長島温泉に近く、利用者が比較的、 多いためサービスエリア並みの規模を有するが、上下線ともガソリンスタンドは存在しない。また、ハイウェイオアシスではないが、7時から21時までの間、一般道から一般のお客様入り口を通過し、マイカーの駐車及びパーキングエリア施設の利用ができる。なお、一般のお客様入り口は、上り線はパーキングエリア施設の北東角、下り線は、 南東角のいずれも三重県道7号、水峡公園線の近傍にある。ありがとうございます。